小池都知事の疑惑、選挙後の報道に疑問を呈する水道橋博士。水道橋博士は、東京都知事選後の報道のあり方に疑問を呈し、小池都知事の疑惑が議論されないことに不満を示しました。フォロワーからも同様の意見が寄せられています。みんなの反応。水道橋廃止丸に負けて反小池票を奪われ、竹志外志丸を支持するので強く言えず、石丸のメディア批判に疑問を持つ。小池は変わらず公務を続け、都知事選を終える左派系の行動が禁止断的すぎる。水道橋博士のトークは10年以上前から面白くなく、笑いがない印象でした。お笑いタレントは40代から50代で才能が枯渇しがちで、面白くなくなる人が多いようです。そんな中でも仕事を確保するために政治的な発言をして、その方面に取り入る人もいます。政治的な発言を始めたら、そのタレントは終わりという法則が一般的にあるようです。蓮舫石丸ネタはまだ尽きてない感じだね。でも公職選挙法違反疑惑について何も話が出ないのが気になる。事前運動や未成年者の選挙活動が咎められないと、次の国政選挙で混乱が起きるんじゃないかと心配してるよ。日本のマスメディアは権力監視の役割を果たしておらず、報道の自由度が世界70位と低評価を受けている。メディアは腰抜けだから、自費でエジプトに行って政府や大学の怪しい者たちを調べて、動かぬ証拠を警察検察に突きつければいい。何も得られなかったら諦めて、もっと前向きで生産的なことに力を注ぐべきだ。小池都知事の学歴詐称問題は前回や前々回の都知事選で議論されなかったのか、なぜ何度も出てくるのか不思議だ。小池さんは3度も都民に支持されてきたが、都民ぐるみのフェイク選挙があったのか、説明してほしい。蓮舫支持者は選挙で小池や石丸に負け、共産党との共闘も批判されて、小池都知事の過去の黒歴史を掘り返すしかないみたい。水道橋博士も悔しいのはわかるけど、まずハレン法師の二重国籍疑惑を取り上げたら、それより自分の裁判に集中した方がいいんじゃない？他人を批判する余裕はないはずだよ。電通がプロジェクションマッピングで小池と仲良しで、大手キー局が小池を攻撃できなかったんだよね。政治もメディアも腐ってるよ。電通がテレビだけじゃなくネットまで支配したら、この国が広告代理店に操られることになる。それだけは避けないといけない。マスコミが金儲けのために話題になることしか報じないのは昔からのことで、アメリカでも選挙の時にスキャンダルが暴露されるのは有名だよね。水道橋博士も目立つネタを選んでコメントしてるだけだし、今さらマスコミ批判を展開するのはどうかと思うよ。自分で疑惑や気になることを SNS で発信すればいいじゃん。それに当選したのにほとんど議員活動しなかったことについて、今後どうするつもりなのかね。貴重な票をもらったことについて何も感じてないのかな。逆に大騒ぎしてた人たちは選挙のイメージダウンを狙ってただけで、当選後は意味がないから勝手に消えたように見えるよね。選挙前みたいに大々的に告発してもメディアが報じるかは微妙だし、経歴詐称疑惑も怪しいだけで具体的な材料がないから報じようがないんだよ。もちろん正当な批判は必要だけど、公職選挙法違反の話になると蓮舫氏の方がもっと痛手を受けるんじゃないかな。既存メディアは小池さんの疑惑よりもネットや SNS を使って支持を得た石丸氏を脅威と感じているんじゃないかな。メディアの影響力が弱まるとテレビや新聞離れが進むから、早めに石丸氏を叩いて SNS やネットの声を封じようとしてる。でも高齢者層もいずれ SNS やネットユーザーに変わるから、既存メディアが変わらなければ自然に潰れると思う。百貨店形式のメディアより特化型の方が取材も深くなり、見出しに頼らない報じ方に変わるんじゃないかな。小池の指摘は細かいことが多いけど、蓮舫の事前運動について検察が何も言わないのは変だよね。蓮舫陣営の小池批判も自分たちへの捜査を避けるための策略に見える。検察は騒がしい少数派に負けずにしっかり捜査を進めてほしい。札幌の選挙妨害みたいな失態があれば、今後の選挙が無法地帯になるよ。マスコミは報道意識がなく、ただのサラリーマンで組織の利益を追求してる。電波の特権を利用し、電通やスポンサーのいることを聞いて自社の利益を最大化するのが仕事だからこそ NHK が必要だけど、 NHK が機能してないのが問題。今の大手メディアは偏向報道が多いのはみんな知ってるよね。だから私たちは自分で多くの情報源から情報を集めて、正しいかどうか判断しなきゃいけないんだ。ネットの情報もいろいろあるしね。大手メディアは変わらないと思うよ。日本では新聞、ラジオ、テレビが一つの企業体で、スポンサーの影響を受けてるからね。
電波の権利を国が与えてるから、その意向を反映しないと経営が難しいんだ。これが日本のメディアの問題なんだよ。メディアが権力を監視する役割だっていう人がいるけど、それは間違いだと思う。メディアは国民が判断するための情報を提供するのが役割で、権力の監視は国民の仕事。メディアが左右に偏ったり、報道しない自由を行使するのはおかしい。毎回同じ議論ばかりで意味がないと思わないの？選挙のたびに疑問に思うなら、普段から情報を集めればいいのに。選挙違反なんて野暮だよね。 W でも博士さんのルーザーの遠吠え的な報道を待ってた。米山さんやらサールさんも悔しさをもっと訴えてほしい。選挙後の報道は石丸さんと蓮舫さんが目立つことをしたから注目されてるだけだと思う。おとなしくしてればメディアも取り上げなかったはず。でも政治家は名前を覚えてもらわないと当選しにくいから、わざと話題になりに行ったんじゃないかな。感情のままにネットで発言してたとは思えないし。今の日本は本当に民主主義や法治国家なのかという疑問は戦後ずっと国民の中にあった不安だと思う。先入観を捨てて自分の心に問いかけてみるべきだ。この都知事選挙をきっかけに自分の心の中にあるものを見つめ直すことが大事だ。難しく考える必要はない。まず自分が何も知らないことに気づくことが大切だ。社会や国家について誰も正確に言い当てられないのが現実だ。そしてその答えが自分の心の中にあるかどうかを探してみるべきだ。小池氏に投票してないけど、ほとんどの都民は小池氏の疑惑に興味ない。関心ある人は少ない。選挙戦略が的外れで、SNS で自分たちに都合のいい意見だけ聞いた結果だね。疑惑って確証がないから無理筋だよね。卒業証書やエジプト大学の証言もあるし、卒業してない証拠がない。一方、蓮舫さんの二重国籍は本人が認めてるし、その後どうなったかは不明。公職選挙法違反っぽい活動は共産党もやってて、言い逃れできないよね。都民の生活向上を目指し、足の引っ張り合いではなく、良い町や国を作るための評価をしてほしいです。日本全体では極左は少数派で、左派は少人数で集まって盛り上がるが、実際はマイノリティであり、マジョリティと勘違いして小池疑惑が議論されると思い違いする。マスコミも民間企業だから、報道に疑問があっても仕方ない部分があるよね。文句言う人も多いけど、もし私が経営陣だったら、会社と従業員を守るために利益を優先するよ。綺麗事だけじゃ守れないし、皆が言うような考え方で報道して失敗したら自業自得だよね。助けるの？話は変わるけど、ジャニーズのテレビ局への圧力も、経営陣としては法律ギリギリで頑張ってるんだよ。守るものがあるからね。目立つ企業だからアホなコメントが多いけど、他の企業も同じことしてるよ。バラエティ番組だから小池の話が使われないのは普通だし、蓮舫や石丸も選挙後はニュースでほとんど取り上げられてないよね。小池さんの疑惑については、今の告発だけでは彼女を追い詰めるのは難しいんだよね。博士たちは和議を重視してるみたいだけど。小池都知事の経歴詐称疑惑はカイロ大学が卒業を認めているため、追及には新たな証拠が必要。水道橋博士は証拠なしで追及を主張。私も疑惑は晴れていないと思うが、これ以上何ができるのか教えてほしい。久々に名前を聞いたけど、政治に首突っ込んで体壊しても離れられないんだね。私たちには関係ないけど、彼は忘れられるのが怖いんだろうな。日本人が政治に無関心で、日本の民主主義が機能していない原因はテレビにあるって話だね。民主主義の根幹はマスメディアで、三大権力を監視する役割があるんだけど、テレビ局はその役割を果たしていない。大谷翔平やアイドル、お笑い、バラエティ、ドラマ、カラオケ、クイズ、グルメ、外国人観光客、バス旅行、天気予報みたいな番組ばかりで、重要な社会問題に取り組んでいない。今の時代、TVer やアベマ、YouTube で十分だから、テレビはもう必要ない。もっと三大権力の監視や重大な社会問題に力を入れるべきだ。外交、科学、医療、介護、保険、防衛、政治、経済、行政、法律、社会問題が山積しているのに、日本は検証作業をやらないっていうのが問題だね。小池さんは法律に従って情報開示してるから問題ないよ。ネットの真偽不明な情報は無視して、検察も相手にしてないし。小池氏の疑惑は証拠がないので、大手メディアは使えません。ネットでは好きなことが言えますが、情報が乱れています。大学の先生も好き放題で、情報の重大性が軽くなり、重大案件も雑音になっています。小池都知事の疑惑がほとんど報道されていないのは
日本のジャーナリズムが機能していない証拠だよね。マスコミが重要な問題を追及せず、その役割を果たしていないんだ。水道橋博士のツイートも選挙後の報道のあり方に疑問を投げかけてる。小池都知事の疑惑よりも蓮舫氏や石丸氏の話題が中心で、五輪ネタに移行してる現状を指摘してるんだ。メディアが本来追及すべき重要な問題から目をそらしてるように見えるよね。小池都知事の学歴詐称疑惑や出馬要請に関する問題はネット上では大きな話題になったのに、主要メディアはほとんど取り上げてない。これはメディアの独立性や批判精神の欠如を示してると思う。フォロワーの反応を見ると、多くの人がメディアの姿勢に不信感を抱いてることがわかるよ。今回の選挙で小池都知事の学歴詐称疑惑や企業との癒着問題がネット上で話題になったのに、マスコミは全く取り上げなかった。立民の大串選対部長も強い批判を避け、連合の影響があるのかもしれないが、これではアンチ小池の無党派層の支持は得られない。水道橋博士の感性は正しく、民衆の立場で考える言動が好感を持たれる。彼が令和新選組から出馬して国会議員になれたのもそのためだ。マスコミは弱者の痛みを知り、権力に迎合してはいけない。水道橋氏は、小池都知事の疑惑が SNS で議論されることを誤解している。証拠がないまま地上波や新聞で議論するのは中傷になる。だから報道機関はまず証拠を見つける必要がある。本人も大学も詐称ではないと言ってるから、証拠がない限り問題にするのは難しい。でも蓮舫さんの国籍疑惑は完全にアウト。タレント時代に日本のパスポートが使いやすいから取ったと言ってたし、選挙で台湾国籍は離脱したと言ってたのが嘘だと判明した。つまり嘘をついて選挙を戦ったことが確定してる。今回の事前選挙活動もアウトだけど、落選したから見逃された。一方、小池さんは選挙応援要請で選挙違反の可能性が高い。小池さんのカイロ大学卒業は疑わしいけど、大学が認めてるからこれ以上報道は難しいよね。それより蓮舫さんの公職選挙法違反の方がまだ解決してないから、そっちを報道すべきだと思うんだけど、水道橋博士はなぜ指摘しないんだろう。要するに、新聞やテレビなどのメディアは企業や個人の利害が絡んでいるから公平公正ではないってこと。だから誰にでも公平な仕組みが必要だって話。例えば庵野さんみたいなテクノロジストや早稲田大学の研究会が提案した中立的な評価サイトがいいんじゃないかってこと。誰でも投稿できて、 AI が情報をチェックしてくれる。メタバース化もして仮想選挙や投票もできる。資金はクラウドファンディングや寄付で集めて、運営内容も公開する。都政でも同じような仕組みを作れるんじゃないかって話だね。マスコミは小池のイメージを悪くして票を減らすのが目的で、真実を追求する気はなかったんだよ。卒業証明書はカイロ大学が発行してるから、まずはカイロ大学に偽造を認めさせる必要がある。でもマスコミは真実よりも得票数をコントロールしたかっただけだから、これで終わりってわけ。あと水道橋が今さら政治に関与するのは何なの？途中で投げ出したし、うつ病だから理解はするけど、政治が原因でうつになったならもう関わるなよ。タレント芸人を批判しておいて、自分も知名度で当選し、その議席を他人に投げ捨てたことをまず反省しろよ。小池知事と大手企業が利権でつながっていて、その企業が TV や新聞の広告スポンサーだから、小池知事に関する疑惑や批判は報道されない。自公も小池知事を支援しているので、政府が司法の扱いを抑えようとしている。つまり三権分立は形だけで実効性がない。国民は嘘の報道に騙されて真実を見失っている。小池知事は日本にとって史上最悪の知事かもしれない。この話はカイロ大学が間違いなく卒業していますと声明を出した時点で終わっているはずだったんだよね。でも蓮舫さんを支持する大手メディアやリベラル知識人たちが大学の声明は信用できない、疑惑は深まったとバッシングを続けて、挙句の果てにはエジプトなんて賄賂でどうにでもなるなんて国辱発言までしてた。でもこれが響いたのは老人世代だけで、選挙が終わるとメディアはそんな報道しましたっけとフェードアウト。リベラル知識人だけが取り残されて、蓮舫さんの再起が難しくなってるんだよね。水道橋氏が全体像を理解して投稿しているか疑問です。上位3名に疑惑があるのに、小池氏だけを問題にしているのはなぜでしょうか。水道橋博士、選挙前後で石丸さんや支持者を誹謗中傷してたよね。左系の人たちが嫌われる理由が今回の選挙でよくわかったよ。
ダブスタで自分の都合でルールを語るんだな。東京オリンピックの癒着も忘れ、都民の小池氏を選んだ以上、告発の結果待ち、検察が自民党に忖度するかも見物です。議論なんてされてないよ。この人が言う議論ってワイドショーのコメンテーターが無責任に話してるだけでしょ。そんなの昼間働いてる多くの日本人には関係ないし、社会に影響もないよ。ただの井戸端会議と同じ。小池さんは寝たきれだし、卒業証書も本物かやし、メディアは蓮舫氏とかで遊んでる方が楽だから追ってるだけ。日本のマナーも報道姿勢も昔と比べて落ちてるし、もうジャーナリストなんていないよ。自称してる人はいるけどね。マスコミがどうこうは言うけど、自分も七夕で国会議員になって、特に功績もなく、短期間の政治活動を報道してもらったと、引きこもりや退任をしたよね。その時の報道に対して、マスコミを批判したことあるのかな。訴訟が多いって聞いてたけど、続報が全然ないんだよね。時間かかるのはわかるけど、現状くらい報道してほしいな。石丸さんと蓮舫さんの問題はひどいですね。石丸さんを支持していた人たちは目を覚ましたのでしょうか。秋田方市での行動は裁判で全敗しています。 YouTube や SNS の情報に惑わされないようにしましょう。小池都政の8年間は都民が判断しました。蓮舫さんの選挙事前運動も問題ですが、あまり議論されていません。蓮舫については対応が微妙で、シールも剥がさず暴行疑惑も報じられない。反小池票が割れて小池が勝ったという意見に同意。オールドメディアは自分たちの利権を守るのが最優先。対戦時は国のスピーカー、今は反日や反メディアのスピーカー。結局自分たちの世論誘導の力が欲しいだけ。2024年度の日本の報道ランキングは70位で、アフリカのコンゴやシエラレオネよりも低く、先進国としては信用が低いです。みんなの反応としてはメディアの報道姿勢に対する批判が多いです。少数意見としては水道橋博士の政治的発言に対する批判や、選挙後の報道の必要性を疑問視する声もあります。当チャンネルの意見として、東京都知事選後の報道のあり方に関する水道橋博士の疑問は理解できます。特に選挙期間中に議論された疑惑がその後の報道で取り上げられない点は、メディアの役割に対する疑問を投げかけています。